それでは聞いてください。きなせやきなれて、うまさぎっしり新潟のテーマ。うまさぎっしり新潟、ここで生まれた幸せかみしめ、おいしい匂いを届け、日本のきなさん、きなせや。牛丼のパンツが全部地元の食材投入、フライパンの上輝く帰国子女のマスターオクンは、味の好みが大雑把だ、そうだ食べさせてあげよう、私牛丼のノーで味付けたのと冷たくしたのと、¡Suscríbete!